ありがとうございます。かんさん、たっちゃん、ありがとうございます。よっしーさん、まーあさんさん、ありがとうございます。まさあきさん、たっちゃんさん、ありがとうございます。けんちゃんさん、焼酎力さん、ありがとうございます。ごーちゃん、たっちゃんさん、ありがとうございます。けんちゃんさん、たっちゃん、ありがとうございます。あー、ショールーム11周年、わー、おめでとうございますですね。いつもお世話になっておりますですね。なるほどですね。ひろうさん、ぼーちゃんさん、ありがとうございます。しましまさん、焼酎力さん、ありがとうございます。しあさん、すばるさん、ありがとうございます。けんちゃんさん、福清さん、ありがとうございます。いいさん、ありがとうございます。ぼーちゃんさん、けんちゃんさん、ありがとうございます。まーさんさん、パンダさん、ありがとうございます。 ICE さんパンダさん、ありがとうございます。ポテトにお腹空いてるねゆうまさん、げんちゃんさん、ありがとうございます。まさとしさん、まるさん、ありがとうございます。今日私お休みだったからさ、ずっとお家にいて、まあなんかやることやったりしてたんですよ。今日そのナンプレ以外で初めて今喋ったふふふ信じられない。まさとしさん、バウチさん、ありがとうございます。どちらかというと大学芋のなんかお腹空いてるねバウチさん、はるみさん、ありがとうございます。そう、ナンプレ以外で今日初めて言葉を発しました。皆様こんばんはそう、私ナンプレで喋っちゃうタイプなんですよ。なんか空いてるところに数字を入れ込むんだけど、何が空いてるか口で言っちゃうの。24578とか言っちゃうんですよ。そう、喋るの。そうで、そう、それで喋った以来初めて喋った今日ね、初喋りでよく綺麗に声が出たものです。多分そうだと思う。喋った記憶ないんだよね。あやさん、ネオレスさん、ありがとうございます。くまけんさん、トムトムさん、ありがとうございます。マンチクさん、ぼーちゃんさん、ありがとうございます。そうだから、そうね、数字しか喋ってないですね。言葉をちゃんと発したのは今が初です。今日よかった、ショールームがあってねえ、ショールームがなかったら私多分今日このままさ喋らずにね眠りについてたところだった。危ない。よかった。はるみさん、むねひろさん、たっちゃん、ありがとうございます。焼酎力さん、ありがとうございます。作るとき一人で言葉でも、わかる、言葉喋るときもあるんだけど、今日はね喋らなかった。ドラマを見たんだけど、多分ドラマ中もね喋んなかった気がする。数字のみ喋ったり今日数字のみだね、本当にびっくり。はるみさん、まさとしさん、ありがとうございます。こんばんはって感じですまさとしさん、ありがとうございます。いや、分かる。私結構ね、私も結構独り言が基本的に多い人間なの。今日が多分ね珍しいだけで、基本的には結構ね、もう結構どこでも独り言祭りって感じ。今日はたまたま珍しいですね、ここまで喋ってないのは。研究さん、ハッピーさんさん、ありがとうございます。私結構なんかドラマとかアニメとか見ながら喋っちゃうんですよ。とかなんでとか言っちゃうタイプなのトムトムさん、ありがとうございます。キュウリスープばとっとってって言っとったけど、たっとったたいさん、ありがとうございます。フォレストさん、シュンさん、ありがとうございます。トムトムさん、キュウリスープがとっとってって言っとったけん、たっとっと大さん、メイビーさん、ありがとうございます。あ、よいしょとか言う、あ、どうなる、記憶ないだけかな、かんでもよく言っちゃうんだよね。やっほー。そう、結構私何でも何でもね言っちゃうんですよ、一人でも平気で。
あんまね独り言とか気にしない。まあそれは一人で喋ってるから気にしないかもしれないけど、そうあんまりね独り言とかをね気にせずね、ポン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 ね、まあ一人なんでね何も構わずねおしゃべりしちゃうんですけど、言っちゃうよね。オーディさん、ウッチーさん、ありがとうございます。ディノッゾさん、ありがとうございます。今日一番言ったの寒い、今日一番言ったの数字。今日私一番喋ったの数字。ウッチーさん、団子さん、ありがとうございます。うん、今日私一番喋ってるの数字。そう、なんか最近数族ナンプレなんて、どっちが正式名称なんかわかんないんだけど、そうなんか最近またブームが来てて、そう暇があったらやっちゃうの。そう、全国巡りさん、おもんない人さん、ありがとうございます。そう暇さえあればやっちゃいがちなの。携帯でもやるし、 iPad でもやるし、スイッチでもやる、もう何でもやっちゃう。ねえ、もう私の大体なんかゲームするコンテンツっていうの、機械にほぼ数独が入ってるので、そう何でもやっちゃうよ。おもんない人さん、フォレストさん、ありがとうございます。そう大好きなの。そう、iPad とスマホではアプリであるし、スイッチだったらそう脳トレ、そう大人の脳のトレーニングっていうゲームの中にそう数独があるんですよ。そうだからスイッチでもできるし、 iPad でもスマホでもできる、何でもできちゃう。そうナンプレだとそう1から9までの数字のみを喋りました。こんばんは。おもんない人さん、はるみさん、ありがとうございます。そう全コンテンツというかね、ほぼ何でもできるよ。数独レベルどれぐらいわかんない、レベルどれぐらいがあるのかわかんないけど、どのそうスマホも iPad もスイッチも全部レベルマックスのとこは何開けてる。なんて言ったらいいんだろうね、なんかここのクリアを何回クリアしたら次のレベルに行きますよみたいななんですよ大体ね。ちょっとスイッチは違うんだけど、 iPad とスマホはこのレベルをそう 1の、まあ、例えばね1のレベルを5回クリアしたら2に行けますよ、2のレベルを7回クリアしたら3に行けますよみたいな感じなんだけど、そう一応もう全部上まではいける。でも数独って時間解ける。はるみさん、ありがとうございます。そうすごいね、すごいよ本当に。もうすぐ時間がなくなって、なんかね気づいたらやっちゃうの。オーディさん、ありがとうございます。なんなら私あのスマホにそのゲームできるアプリ数独しかないの。そう数独しかないんです。そうびっくりだよね、ねもうどういうことって感じ。オーディさん、ありがとうございます。そうスマホにね入ってるゲームのアプリが唯一数独です。こんばんは。だからもうなんかずっとそればっかり最近は、ね、ちょっと時間があるなと思ったら数独して過ごしてます。なんか楽しいんだよね。スルーしていいですよ。さフォレストさん、ありがとうございます。そうでもなんかあんまやりすぎるとね疲れちゃうんだけど疲れたーってなっちゃうんだけどね、あんまやりすぎると。バウッチさん、ありがとうございます。もう楽しくて最近のねマイブームですね。マイブーム、再ブームって感じです。私の中では数独またブームが来たよって感じで楽しんでます。とても楽しい。あやさん、ありがとうございます。
アニメ見るのが、確かにね。でもわかる、なんかさ、長い、最近もうなんか長いドラマとか、それこそ朝ドラとか見てたんだけど、そう、朝ドラを見てて、そう、なんか朝ドラとか長いからさ、なかなか終わりがまあ見えないから、すごい続きが気になって、早く続き見たい見たい見たいと思うんだけど、いざ終わったらもうすごいね、あの、心にぽっかり穴が開いた気分さあ、朝ドラ見終わったの、満腹。そう、無事ね3週話まで見終わって、そう、見てる時はずっとね、早く続きが見たい見たいっていう、早く見たいよと思いながらいっぱい見てたんだけど、いざね朝ドラをね1個全部見終わったら、すごいね、なんて言うんですか、心にぽっかり穴が開いてしまいましたそう、満腹ロスって言うんですか、こうナックスさん、ありがとうございます。そう、満腹はなんかチキンラーメンとか、そう、日清食品のカップラーメンを作った方のお話だったんですよ。そう、だから、そう、途中までは最終はチキンラーメン食べようと思ってたんだけど、そう、どん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 、そう、話が進んでいくうちに、もうチキンラーメンじゃなくて最終的にカップラーメンを作るところまでのお話がね、お話だったの。そうで、最終話をね、そう、終わっちゃう、寂しいと思いながら、最終話にきっちり、そう、カップラーメンを食べながら見たんですよそう、これは食べなきゃと思って、そう、最終話に絶対食べなきゃと思って、最初はチキンラーメンにしようかなとか思ってたんだけど、だんだんカップラーメンの話になってきたから、あ、これちょっとカップラーメンが食べたいかもと思って、その日清食品さんのカップラーメンをもう最終話の1個前ぐらいからお湯を沸かし始めて、そう、ぴったりにいけるぐらいな、そう、テンション感で、そう、最終話にちゃんと合わせてカップラーメンを食べたの。そう、見ながら、最終話を見ながら食べたんだけど、あのね、今までで食べたね、カップラーメンの中で一番美味しかったそう、もうね、この何、今まで食べたカップラーメンの中でね、本当に一番美味しかったブラーデさん、天球さん、ありがとうございます。もうそれこそちゃんと、あの、一番オーソドックスな赤色のカップラーメンを食べたの。そう、トムトムさん、ありがとうございますね。もうすごいよ、もう本当に今まででね、一番美味しかったっていうぐらい感動しましたもともとね、カップラーメン好きなんだけど、そう、すごい美味しくて、なんかそう、今までで一番美味しく感じて、すごかった、なんかすごい感動した。そう、満腹パワーすごいなと思いながら、そう、美味しく美味しくカップラーメンをね、いただきました。美味しかった、本当に。なんか、感動した、終始ずっと感動しながら食べてた美味しいと思ってナックスさん、ありがとうございます。そう、今までで一番美味しいと思って、そう、感動ものでした、あれはそう、とっても美味しかった。ナックスさん、バウチさん、ありがとうございます。ね、みんなもぜひね、あの、満腹見て最終話にカップラーメン食べたらめっちゃ感動すると思うから、やってみてほしいナックスさん、メイビーさん、ありがとうございます。そう、もちろん普段から美味しいんだよ、普段からめちゃめちゃ美味しいんだけど、もうなんかそのレベルを超えちゃってるのメイビーさん、ザキさん、シンディちゃんさん、ありがとうございます。もうそのなんか普段の美味しいのレベルを超えちゃうぐらい美味しくて、すごい感動しました1693日ありがとうございます。1693、ありがとうございます。おめでとう、ありがとうございます。感動カップラーメンでした、おめでとう、ありがとうございます。カップヌードルはね、私トマトチェリーが一番好き
そう、トマトチリ味がね一番好きです。でもなんか他のを食べたくなる。最終回までどんぐらいでもわかんない、一日にいっぱい見れるなら多分割とすぐ見終わるよ。はるみさん、パヌーさん、ありがとうございます。ゆうたさん、パヌーさん、ありがとうございます。美味しいよねトマトチリ、私トマトチリ好きなんだ。そう、醤油、シーフード、カレー、まあ確かに三大、確かにベスト3とか言われたら多分そこかな。すごい計算してる、どのぐらいかかるか。パヌーさん、ありがとうございます。私は割と暇さえあれば見たり、あんま良くないんだろうけど、私お風呂場にスマホ持っていくぜなので、そうあんまりね、そうあのおすすめはねされないと思うんですけど。パヌーさん、ありがとうございます。そう、そういう時とかに見たら割と見れた、あっという間だった。ひよっこ、ひよっこいいよね。全部は見てないんですけど、なんとなくを見ていた。ねえ、そうしばらくあのねカップラーメンの感動を胸に、そうなんだろう、ラーメン欲を抑えながら生きていけそう。ねえ、そうたまにやっぱ無性にラーメン食べたくなるけど、まあなかなかラーメンもそう食べたくはなるけど、なかなか食べることないくて、そう食べたいって思った時に なかなか手元にないから食べないんだけど、ねしばらく食べたいって思ってもあのカップラーメンの感動を思い出したらなんかすっきりしそう。パヌーさん、ありがとうございます。31時間、あ、31時間なんだ。じゃあ1日感覚おかしいね。1日2日あれば見れるんだ。もうね、ずっと見続けますよっていうね。いいね、そうだよね。2日考え方おかしいけどね、さすがに。カズッピさん、バッパヌーさん、ありがとうございます。ね、情報量ね、素晴らしいと思うけど。寝る時間とかもご飯食べる時間とかご飯準備する時間とかも何もかも考えないよ、もう何も考えない、もう一日中24時間そう、もうテレビは iPad はスマホのね、スマホと向かい合いますよっていうね話だったら2日だね。一日10時間の余裕が、確かに1時間10時間余裕作ると大変難しいけどね。なんか確かにそう言われるとね。なんかそう言われるとすごい急に現実味を、なんかなんだろう、いける気がしてくるよね。実際いけないんだけど。実際いけないんだけど、数字だけでね聞いたり見たりするといける気がしてくるね。ぼーちゃんさん、ありがとうございます。実際無理だけど、実際多分24時間も多分ね、何機械と向き合うなんてね、目が疲れちゃってね、限界来ちゃうと思うけど。そう言われるといけるね。いけるねじゃないんだけどね。できそうな気がする。できないと思うけど、どっち。たっちゃん、ありがとうございます。でももう最近はオールとかしなく、なんかねしなくなっちゃったよね。
ねえ、ちゃんとおやすみってするようになった。なんなら少しでも寝れるなら寝ようと思うようになった。オールするの？もう最近私はオールはしないよ、寝るよ。そう、ちゃんとね、寝ようっていうね、お気持ち先生になりましたよ。熊健さん、長谷川さん、ありがとうございます。カラオケオールとか、うわ楽しそう。私一回したいことがある、スポッチャオールやってみたい。わかんない、そんなに私スポッチャで遊べる何、競技っていうの、遊べる何、スポーツないんだけどやりたい。カズ27さん、ダイトさん、ありがとうございます。そう、あんま私スポッチャ行っても何ですか、その自分が得意にできるスポーツはないんだけど、やってみたい。ねえ、オールしてた時何やってたんだろう。でも友達とゲームとかしね、ゲームすると、誰かとゲームするとオールしちゃうとかは結構あるよね。大丸さん、ありがとうございます。でも最近はもうさ、目が疲れちゃうからさね、もうできないやーってなっちゃう。大丸さん、ありがとうございます。ねえ、スポッチャオールはね、やってみたい、楽しそう。ねえ、いいよね、楽しそう。でもカラオケオールとかもね、楽しそう。なんだろうね、次の日は後悔するじゃん。何、わかんない、2日休みだったら後悔しないねオールした次の日が休みだったら絶対に後悔はしないねと思っちゃう。もしね、次の日に予定ありますよとかだったらめっちゃ後悔すると思うけど、2日休みが2日じゃなくてもいいか、次の日休みですって言われたらいいのか別にね。結構なんだろう、低ハードルでできるねタグ JP さん、北九州のりょうやさん、ありがとうございます。もう疲れるとこまでが楽しいのワンセットでいいと思うのね。そんな気がする。もう疲れるまでが楽しいと思える気がする。だから一日休みだなと思う日に実行すればいいんだよね。次の日が確実にね、休みの日にね、やればいいんだ。まだね、なんだろう、楽しそうだなって思えるかも。なんだろう、もうオールするまで体力持たないよっていうのはまだ来てないからそう、まだなんだろう、楽しそうだなと思えるかも。でもわかんない、4時とか何時だ、なんかね、夜が更けてきたらわかんない、眠たくなっちゃうかもしれないけど大丸さん、ありがとうございます。実際ね、やってみて夜が更け始めたら疲れちゃうかもしれないけどまだ想像する分は楽しそうだなと思えるかつらさん、ありがとうございます。まあ確かに、まあオールするとね、いろいろね来るけどね、そう、肌荒れとか考え始めたらもうねあーってなっちゃうけどねー、やってみたいです。まだなんか楽しそうだなって、楽しい、なんだろう、想像のうちは
楽しそうだなと思えるうちにやりたいね。意外とそういうカラオケとかスポッチャーとかでオールはしたことないかも。なんかただ一人でドラマ見てオールとか映画見てオールとかゲームしてオールとかあるけど、あんまそう誰かとオールってことはないかも。安国さんありがとうございます。メイビーさん、しまひまさんありがとうございます。ねえ、割となんだろうね、オールするときは一人ですね気づいたらでもそう、なんかあれっていう、朝だっていうね顔が塩だらけに、うわーそれは嫌ね、大変なことになっちゃう。あー桃鉄ね、なるほどなるほど。一人のオールはなんだろう、自由ですね、もう完全に もうやりたいことやって、あー朝になった、寝ようって感じダメな人そういいとこで終わるからと思ってね、そう見進めちゃって気づいたらね、あー最後ですねみたいになっちゃうこととかの時に大体ねオールしちゃってるんだよ ね、おやすみーと思って一人で寝て、そうそう、あくそと外が明るい時にそう寝て、起きたら暗くなってやばいね、ちょっとなんかそういうのを、こういうのをさ実際にさ言葉にしたらなんだろう、なんかね、ああ何をやっているんだろうっていう気持ちになっちゃうねまあそれもいいんだけどね、それはそれでね最近今日はねあれ見た、私の宝物ってやってるあの今期のドラマをやりま見ました。確かに一日もったいないなって感じてしょんぼりはするかもやめなさいよってね、だったらでもね、なんだろう、なんかやっちゃうんだよね、また気づいたらね、不思議。まさまささんありがとうございます。そう、まあオールじゃなくてもなんか一日、今日一日のらりくらりしすぎたな、ダメだったなって思う日ってさやっぱいっぱいあるんだけどさね、どうしても気づいたらまたやっちゃってんだよね。ね、はい、そういうこともあるよねって仕方がないよねって、でも後悔はするけど反省、確かに後悔はするけど反省してないね確かに確かにしてないわね、え何も考えずに二度寝したい。でも何もさ何もしてない日にさ外見てさ外が暗くなってるとちょっとしょんぼりするよね、あ一日終わっちゃうんだ。でも大体そのなんか朝から夕方までの間に何もできなかった日は私大体夜にスイッチ入っちゃう、夜にもう立て込んじゃう、もう全部詰め込んじゃういやいやもうそう朝から夕方までの間にできなかったことを全部夜にやっちゃうもうそこで巻き返そうとしちゃう、寝る、そう夜もうなんかいろいろ自分のそうお風呂とかやりたいこと終わった後にもう全部もうガンって詰めそうだから最近さ暗くなるのが早いからさ結構後悔する時間が早いんだよねもう夕方ぐらいにさあやばいやばいと思っちゃう、あ一日終わっちゃうじゃんってね、
ね、寂しいよね。なんかね、もうこれは毎回思うんだけどさ、夜、まあ、夜行性というか夜型人間だからさ、夜長いのももちろん嬉しいんだけど、やっぱ暗くなると寂しくなっちゃうんですよそう、あーもう今日も終わっちゃうんだと思うとすごいすごい寂しくなっちゃう。何なんでしょうか。バウッチさんありがとうございます。そう、寒いからなのもあるのかな、すごい寂しい気持ちになっちゃうの。あー一日終わっちゃうよと思って、そう、もう一日終わっちゃうの寂しいなと思っちゃうんだよね。はるみさんありがとうございます。しょんぼりって思って、ゴーちゃんありがとうございますねえ、もう今日も一日終わっちゃうんですねと思って、あもうそろそろ寝なきゃいけないんですねねえ、もうそろそろ明日に備えて寝ないといけない時間になっちゃうんですねっていう、ねえ寂しい気持ちになるよね。しくしくね、それでまあ確かに私ショールーム始めるまで一言も発してなかった、一言もではないけどね、数字以外発してなかったのでね、そりゃそういう気持ち坊ちゃんさんありがとうございます孤独確かに一人ぼっちってなっちゃうのかな、なんかやだね、楽しいこと考えよう。今日ハッピーだったことは目覚ましをかけずに寝れたことです。そう、今日の一ハッピー、目覚ましをさ、朝起きるとき目覚ましかけずに、そう、もう 寝るときからね、そう、あの何、目覚ましかけずにそう寝ようと思って寝たけど、今日意外と10時過ぎぐらいに目が開きました。結構寝てるか私にしては結構早い時間、10時半に目が開いた、おおと思って、目が開きました、おはようございますと思ってそう、なんか大体私いつもなんか結構いい時間まで行っちゃうんだけど、そう結構素敵な時間まで行っちゃうんだけど、今日はね10時過ぎぐらいに目が開いて、そう、でもそれからもしばらくそう布団の上でゴロ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 しましたやっほん。そう、私の中では結構午前中にというか起きれるのは結構素敵だなっていう、だってまだあれだよ、あ違うか、わかんないよね、そう布団の上でゴロ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 して、まあやることいろいろやって過ごしました。明日はね、ちょっとあのね、お仕事、公演プラスちょっと午前中に予定を入れてるので、そんなわけにはいかないんですけど。9時に起きたら遅いと感じる。え、私9時に起きたら、はあ、早く起きたな、もう一回寝ようと思っちゃうよ。そう高秀さんありがとうございます9時とかに起きたら早いと思って、さあ私一桁の時間に起きたら早いなと思って二度寝視野ですよ二度寝視野に入れますよ私は、もちろん。そうでも分かんない、どうなんだろうね、やっちゃうよ私は、結構寝ちゃうかも。そうもったいないなってさ後々思うけど、でも結局やっぱその時のそう寝ようっていう気持ちにはね、そう勝てない、遅いって感じるのは何時なんだろう、うん、まあ、前日寝る時間にもよるけど、12時超えてたら、1時超えてたら13時超えてたら、あー寝すぎちゃったと思うかな分かんない、12時超えてたら思うかな、
でお昼になってたら多分そう、ああよく寝たなと思う。佐世保出身のぶさん、ありがとうございます。そうでも大体まあそういう昼過ぎに起きるときは寝る時間も遅かったりするんだけど、でもちょっとお昼超えちゃうと、ああよく寝ましたね私っていうか、あのやってしまいましたね今日もって思っちゃうかも。佐世保出身のぶさん、ありがとうございます。ね、睡魔を恐るべしでございます。結構いろんなものを天秤にかけたときに睡眠がね勝っちゃうので、でもその分寝るのが遅いっていうのもあるかもしれない。うん、寝るのも遅いから起きるのも遅くなるよねっていうお話は多少あると思う。ね、一日が終わる時間も遅いから始まるね時間もねのんびり先生です。ね、やっぱなんか夜ウキウキしちゃうんだよね。そうなんかどうしてもなんか早くに起きるとするじゃないですか、私午前中体が動かないんですよ。どんなに頑張って早く起きても午前中どうしてもダラダラしちゃうの。そうもうね、そう午前中もドローンってしちゃうのよ、もうソファーの上でベーってしたりしちゃうから、そうそうのんびりのんびりしちゃうの。ね、たまにうまくいく時もあるんだけど、なんかそう早く前日早く寝て次の日午前中に早く起きてやることやろうってそう思う日に思ったりする時もあって、で早く起きても実際なんかダラーンってしちゃうのよ。そうだからそうだいたい夜にやっちゃう。夜はねあんまりダラーンってしないの、なんだろうね。そうまあ健康ですよ、ちゃんとね違うところというか、寝るのは遅くても起きる、寝るのが遅ければ起きるのものんびり先生なので、睡眠の時間は多少ね平均と変わらないって感じ、ただタイミングが違う。ね、元気もりもりでございます。よく寝てよく食べてよく寝て、ロデムさんありがとうございます。まあ今日は早く寝ます。公演もあるし午前中に予定もあるので早く寝て明日に備えます。今月ラストココ店かな、どっちだっけね、確か公演はねまだあるけどココ店はラストかな。楽しみましょう。あでも今日ハッピーなこと、ハッピーというか今日私の中で個人的に充実したなと思ったことは、あの溜まってた家計簿をつけれたことです。私どうしてもやっぱちょくちょくさ毎日毎日少しずつさやっていけばいい
でもね、いいことなんだけど、どうしてもちょっと家計簿貯めちゃう癖があるんですよ。そう、一気にドカーンってやっちゃう癖があるの。安国さん、ありがとうございます。そう、日々ねやればねこんなことにはならないんだけど、どうしてもそう忘れちゃうの。そう、あーってなっちゃって忘れちゃって、そう結構な期間分貯めちゃうんだけど、今日それをね全部今日まで11月18日分までね記録することができました。そう、よかった。安国さん、ありがとうございます。これはとてもねすっきりしましたね。やっぱりそう、たまるとね、そうな、これは何ですかみたいな、そうこれは私何したんですかみたいなのも出てくるから、そう花ピンさん、ありがとうございます。そうならないためにもね、貯めなくてね、ちょくちょくやっていくのがねいいんですけど、やっぱちょっと貯めちゃい、少々ね貯めちゃいがちです。でももうねできたからすっきり嬉しい。いつから家計簿やってるかな、1年以上やってる気がする。そう、1年以上やってるね。しかもなんか結構見やすいやつだから、自分が何に一番お金を使って、あなたこれにっていう、そうこれに一番使ってるのねとか、月にこれになんかそういろいろなんかこまごまできるんですよ。たっちゃん、一郎さん、ありがとうございます。すごいなんかいいアプリに出会って、そう現実知るのはでも分かる、なんか現実知るの怖い反面、現実を知らないと怖いっていう気持ちもあるの。そう、どっちの気持ちもあるから定期的に現実見てますね、ちょっとやっぱ怖いじゃん、本当のね現実見ちゃうとってなっちゃう可能性もあるからさね、ドキドキするんだけど、でも見ないと、見ないと、そう見ないかったら見なかったらで不安になっちゃうから、定期的に現実は見てます。で、ああ私はこういうのにね使ってるのねって思ったりしてます。日記最後に書いたのはねだいぶ前かも。もう日記はね書いてない、もう自分のねあんま最近書いてないですね。もう自分の脳みそに託してますおーすごい託し、そう、もう自分のね頼りのない脳みそに託してます。井上幸宏さん、安国さん、ありがとうございますもう自分の頭にね、そうもう全体よりというか、もう全信頼は置いていないんですけどまあまあまあ覚えているでしょうっていう気持ちで過ごしてますそ、脳内にすべてよろしくって言ってます。レモンクレープさん、みちろうさん、ありがとうございます。でもわかんない、またブームがわかんない。そう、私結構ブームがあるんですよ。日記書きたいブームがまた来たら書いちゃうかも。今ちょっとねそのブームがね落ち着いてるの、日記書きたいブームが。何言うてんじさん、ありがとうございます。そう結構落ち着き気味、でも絶対文字書いた方がいいのは分かってるの。私だって文字を書いた方がいいの分かってるのさ。でもなんかブームというよりかは、そうブームだったのかな、すごい、そしたら長いブームだったんだけど、
そうブーム出したんですけど、なんかだんだんその日記を書く時間を睡眠にそう行っちゃったの結構私もうこと細かく書いちゃうんですよ日記を。そうこと細かく書いちゃうし、書きたいこといっぱいあるのに細かく書いちゃうからすっごい時間がかかってたの書くのに。そうでそれをだんだんそう寝たいって寝ようと思うようになってからさあんま書かなくなっちゃった。ラブ北海道さん、何言うてんじさん、ありがとうございます。そうだいぶね長いブームだったんだけど、ついに睡眠にそう取られちゃった私結構多分この世で一番ね、なんだろう、この世っていうか自分の生活ね何を大切にしてますかって言われたら結構睡眠の、そうそう睡眠のね何そう結構大切さが強い人間なので、そう小学5年生とか5年生ぐらいから日記を書いてたんですよ。まあ毎日じゃないけどね、日記っていうのかって感じなんだけど、まあ何ですか、出来事ノートって感じでそう小5からそうずっと書いてたんだけど、そうで、まあ、HKT 入ってもちょくちょく書いてたんですよ、まあ、頻度は落ちたけど昔よりやっぱちょっと HKT 入って、まあ、それこそね覚えることとか、まあ、寝ることとかのね、そう、そっちに行っちゃって時間がねちょっと頻度は減ったんだけど書いてはいたんだけど、ちょっとね数年1年ほど前にも完全に睡眠に行ってしまいましたそうでまたそのブームが来たら書くかもね。だいぶ続いてたんだけどね、日記、日記出来事ノート、私の思い出ノート。日記って何書いていいから、私結構何でも書きますよ。嬉しかったこととか今日あったこととかちょっとやっちゃったなってこととか結構ねいろいろね書きます、書いてました、書きました、嘘です、書いてましたそうしかも結構こと細かく〇〇ちゃんがとか書いちゃうの。だからなんか読み返した時にすごい分かりやすいのは分かりやすいんだけど、書く時してね多少めんどくさいなんか途中で疲れちゃう。すごいなんかやっぱ一日過ごしたらさ、なんかすっごい盛りだくさんの日ってあるじゃないですか。もう書きたいことに溢れてる一日ってやっぱある時とかは途中で疲れちゃう。午前中の出来事を書き終わったぐらいでちょっと疲れが来るからそうなんか心に、なんだ、心というか時間に余裕がないとそう私には難しいなと思うので、またブームが来たら来るかな、来るといいなと思いながら。書いたことを見直してちゃんと昔のこと覚えてるよ、意外と、ああこういうことあったねと思うし、そうそうそう、逆に今覚えてなくても結構こと細かく書いてくれてるので、過去の私がこんなことあったんだってなんか意外と鮮明に鮮明になんかへーって思える。な教えてくださりありがとうございます。私日記は結構ちゃんと文章で書いてますよ。そうもうね一生懸命長々と文章で書いてました今書いてないから過去形にしないとそれではランキングを読みたいと思います。13位ネオアレスさん、ありがとうございます。12位タッちゃん、ありがとうございます。11位おもんない人さん、ありがとうございます。10位焼酎力さん、ありがとうございます。9位バウッチさん、ありがとうございます。8位はるみさん、ありがとうございます。7位オーディさん、ありがとうございます。6位ぼーちゃんさん、お、変わったね。13位たっちゃん、ありがとうございます。12位おもんない人さん、ありがとうございます。11位焼酎力さん、ありがとうございます。10位バウチさん、ありがとうございます。9位ラブ北海道さん、ありがとうございます。8位はるみさん、ありがとうございます。7位オーディさん、ありがとうございます。6位ぼーちゃん、ありがとうございます。5位やすくにさん、ありがとうございます。4位メイビーさん、ありがとうございます。3位ナックスさん、ありがとうございます。2位まさとしさん、ありがとうございます。で1位パヌーさん、ありがとうございます。
では今日も見てくださり聞いてくださりありがとうございました。皆さんのおかげで今日私いっぱい喋れましたいっぱい喋って寝ることができました。ありがとうございました。それでは皆様今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。おやすみなさい。バイバーイ。